宇治？宇治市だ。宇治も一緒だ。名前も本人から聞いたことないんですよ。もう何度も何度もやめようかなとか、もう無理して続けなくていいのかなとか思ったりもしたんですけど。どうも、デンジャラサガ、ナイチです。はい、ということで、今日なんですけども、見ての通り、横浜スタジアムの方で、やってきました。で、今日なんでここに来たかっていうと、先日、足の悪い男性がここで倒れていらっしゃって、歩けない状態で数週間いらっしゃったんですけども、無事に保護されたという情報を聞いて、ちょっと実際の現場にね、来てみて、今どういう風になってるのかっていうのと、当日どんな感じだったかっていうのをね、改めて振り返ると思います。今回のことを終えて、そう、僕たちもね、3年間炊き出しやってますけど、ちょっとね、決めた大きなことがありまして、それもね、動画の最後にお話しできると思う。最後まで見てもらえたと思います。じゃあ行こうか。めちゃめちゃ暑いね。足の悪かった男性なんですけど、最初はね、ずっと、この3年間ぐらい、僕たちが見てる中では、スロープの上の方でずっと生活されてて。これ飲み物で、お兄さんもこれ食べ物じゃないんだけど、これドライシャンプーって言って、でこうやって横浜ベイスターズの試合があるときは入れないんで、どっかね、別の公園のどこかで休んだりして、試合が終わった頃にスロープを上がって寝床に行くっていう生活をずっとされていた方なんですね。で、男性が足に違和感を感じて、だんだん歩けなくなってきてから、ずっと座っていたのがここです。最初ずっとここに座ってたんだよね。大丈夫ですか、あれから。で、足が痛いっていうことで行ってらっしゃって、で、最初はね、足が痛くて動けないけど、大丈夫だよって話だったんですけど、徐々にトイレも行けなくなってきて、ここでおしっことかうんちとかそういったことまでするようになってしまいましたね。これ見てよ、これなんか虫死んでるのか。でもこんな感じで、この場所にはもうずっと虫がいたりとか、それこそアリがいたり、もう蚊だってたくさんいると思いますし、そういう場所で、男性ずっとね、ただただここに座り続けてたということなんですよね。で、時間が今3時前なんですけど、僕たちが男性にこう支援をさせてもらったのも、ちょうどこのぐらいの時間帯で、で、ずっとね、ここにこういう風に座ってたんです。ここちょっと座ってみるとわかるんですけど、がっつり日向なんです。今3時頃ですけど、朝から晩までここで動けない、ここで座ってるわけなんで、もう多分熱中症になっちゃうと思います。今もね、めちゃめちゃ暑い。もうちょっとしか今外出てないのに、これ分かる、この汗。ほんとね、ちょっとここにいるだけでめちゃくちゃ暑いんですよ。熱中症で命を落としてもおかしくないっていうような状況だったと思うんですよね。そう考えたら、男性が保護されたっていうのは、めちゃめちゃ良かったなっていうふうに思いますし、逆に保護されてなかったら、死んじゃうと思うんですよ。僕たちも、こっちで男性にちょっと会った時に、ポカリをね、入れたんですよ。そしたらもうグビグビ飲んでたしね。やっぱりご本人、大丈夫大丈夫っていうふうに言ってたんですよ。これだけ暑い中、結構厚着してたんで、相当暑くて辛かったんじゃないかなって思います。見てる。これなんかさ、ここにすごい跡が残ってんだけど、これ僕たち毎週炊き出し来てるんで分かるんですけど、これ多分男性のいた時についた跡なんじゃないかなってちょっと思うんですけど、どうしてかっていうと、ここ男性が保護されてから数日間炊き出しに来て、そのためにここを見てるんですけど、この跡だけ全然消えてないんで。やっぱね、足が痛いから日陰に移動したかったり、当時雨も降ってたんでね、暑かったり寒かったりで本当に大変だったと思います。この辺にさ、やっぱアリもいるのよ。アリとかさ、アリの巣みたいなのもすごいいっぱいあるんで、だなんかそれこそね、体にアリがすごいいたりとか、でアリもやっぱ噛むと腫れたりとか痒くなったりするじゃないですか。そういう傷跡が男性にすごいたくさんあったんで、本当に限界寸前だったのかなっていう感じします。で、最初はここにいたんですけど、ある日こっちに移動してたんですよ。でもここで完全に座ってて。で、これもなんでかっていうと、多分ここが日陰になるんだろうね。朝とかはわからないんですけど、お昼はここ日が当たってるけど、こっち側は日が当たらないから、本当に座りながら、こう無理やりこういう感じで移動してったんでしょうね。でもここに実際に男性がこう座ってて、で、いろいろやってたんですけど、こっちに移動して日陰をうまくね、利用していらっしゃったと思うんですけど、荷物はね、そっちに置いたまんまで、多分荷物を持っていくほどの元気はなかったけども、自分の身を守るためにこの日陰に移動されてやってたんでしょうね。でもやっぱり男性自身
意識ははっきりして、まあ大丈夫大丈夫っていうふうに治るよっていうふうに言ってたんです。まあでもね、やっぱり現実は全然そんな甘いもんじゃなくて、実際病気も最後まで治ってなかったし、まあ今日ね、横浜スタジアムの方で試合があるみたいなんですけど、見てもらえばわかると思うんですけど、本当に人通りすごいんですよ。みんなもうベイスターズの試合とか、あとはあの朝とか通勤とかですごいこの場所を通るみたいなんで、めちゃめちゃ人がいる中で、その男性はここで座ってたわけなんですよ。だからあのいろんな人に見られながら恥ずかしいっていう感情があったかどうかわかんないけども、まあ、その視線がね、まあ、男性にとって、まあ、嬉しいものではなかったと思いますし、本当にもどかしいですよ。あと1週間ここでいらっしゃるようであれば僕らっても本当におかしくなかったんじゃないかなと思います。まあ、男性の様子を見守ってたんですけど、ある日ですよね、そっちで寝転がって本当に生死をさまよう状態だったと思うんですはい、ということでね、ここで、まあ、男性が実際に寝そべっていて、朝からね、救急車だったり、警察の方がいろいろ対処してくださってたんですよ。まあ、結局男性は救急車で運ばれることもなく、ここで、まあ、寝てるということで、現場がね、あるんですけど、これ見て。この辺ちょっと見てもらうとわかるんですけど、黒ずみがさ、あるよね。私は多分これも男性のいた時に何かついたものなんじゃないかな、みたいなところもあるし、この辺に頭をつけて、男性寝てらしたと思うんですけど、ちょっとこう茶色くなってるんで、これとかもひょっとしたらあの男性の排泄物とかそういったものがちょっとついちゃってんのかなってちょっと思うんですよ。これちょっと次回の時に掃除しましょう。男性もね、ずっとここに自分のね、そういった汚れとかがついてるのが嫌だろうし、まあ男性はね、最終的にここを枕にして、まあ、寝ていらして、あの警察の方がいらして救急車呼んでくれたんですけど、結局持ってくれなくて。救急車呼ぶ病院どうしますか？ないの？できることないかなと思った時に、まあ、警察の方の立ち会いのもとで汚れてるところを貸してもらったみたいなところがあるんで、まああれが本当できる限界だったかなっていう感じですよ。救急隊の方も意識がある以上本人が嫌だって言ったり、名前とか住所とか生年月日とか教えてくれない限りはもうそういうことはできないと言ってた。そう考えたら男性も意識がある状態で運ばれるのはすごい、まあ、難しいだろうなっていう感じでした。で、まあ、ここで実は男性なんですけど、まあ、僕たちが体を拭いた次の日に保護されたっていう情報があるんですよ。そこに関しては正確には分かってないっていう、まあ、僕たちも家族でも親戚でもないんで、まあ、ちょっとそこはね追い切れないというか、まあ、とりあえず男性が無事ならそれでいいかなって感じにはなるんですけど。はい、ということでね、まあ、ちょっと男性の支援を終えて、まあ、ちょっと思うところをいろいろ話せたらいいかなと思います。まあ、ちょっとせっかくなんでね、実際に男性が最後寝てたところでちょっと話できたらと思うんですけど、やっぱり暑い。本当に。こんなところに何時間もっていうか、まあ、もう何日もだよね。本当に水もお茶も買いに行けない状態じゃないですか。僕たちの他にも支援団体の方とか来て、お茶とか、あとポカリとか、ね、そういったものをくださってたんですよ。そういった方の応援がなければ、やっぱ間違いなくなくなってたと思いますし、予断を許さない状況だったなっていう。わかりますよね。うん。まあ本当に僕たちには体を拭くことしかできなくてね、実際に最終的には保護されたというふうに、情報は聞いてるんですけど、まあ救急車が運ばれたんだとしたら、まあ2パターンあって、意識がなくなっていたというパターン。救急隊の方も意識がなくなってたら、まあ推定何歳っていうことで運べるんだけども、意識があったら運ぶことは難しい。本人が拒否している以上は運ぶことは難しいって言ってたんで、っていうのがまず一つで、もう一つは普通に意識があってでも本当に辛かったのか乗ることを決意したかっていうところだと思うんですよ。まず僕の本当に予想だけでは意識が朦朧としてたんじゃないかなっていうような気はするんですけどね、まあ、ただね、リスナーさんの中には体を僕たちが拭いてあげたことで乗りやすくなったんじゃないかみたいなご意見もいただいてたんで、もしかしたらそういう可能性もありますし、まあちょっと真相はね、完全にはわからないんですけど、まあ、また何かわかれば、ね、皆さんにお伝えできればと思います。実際にね、こう体を拭かしてもらって、やっぱりね、一番衝撃だったのは、男性の下半身にウジが湧いてたんですよ。よくね、なんか亡くなった方からウジが湧いてとか、ハエが飛んでとかいうのは想像はつきますけど、もちろん見たことないですけど、でも、生きてる人間にウジが湧くって、相当なことですよ。やっぱり。で、まあ、局部なんかもいろいろ拭かしてもらってたんですけど、まずお尻は完全に床ずれで、もう皮膚がぐちゃぐちゃになっちゃってて、で、前の方の局部は、なんて言うんですかね、感染症みたいなのを起こしてて、皮膚がところどころただれてて、もう拭くのも本当に痛々しかったんですけど、で、なおかつ、局部は本当隅々に、まあ、ウジが湧いてたと。
いうところで、本当最終段階っていうか、本当その状況だけを見たら、もうとても普通の精神状態でいられるとは思えないかったんですけど、おそらくもう長年の路上生活と病気の進行で、もう感覚なかったんじゃないかなっていう感じはしましたけど、普通の感覚だったら足の傷もそうですし、この内とかも嫌だし絶対取るじゃないですか。で、男性がここで寝る前に、そこで、男性の服を脱がしてみたら、大量のシラミが服についてて、で、それを見た男性が、そのシラミが嫌だって言って、こう、一つ一つ、こう、シラミの卵を取っていく様子があったんですよ。服がここに湧いてて、嫌がらないわけないじゃないですか。なのに、やっぱそれをずっとズボン脱がないで来てたってことは、やっぱりもう感覚なかったんじゃないかなって、そういう想像してます。まあ僕は医療とかね、看護とか全然プロじゃないんで、実際にこういう方がどのぐらいいるのかっていうのは正直わかんないですけど、少なくとも僕はこんなの初めて見たって感じだったんで、相当きつかったんじゃないかなっていうふうに思ってます。うん。まあそんな感じでね、話したんですけど、まあ最後にね、まあ僕らが今回の支援を終えて、そう決意したことっていうか、思ったことみたいなのがありまして、まあこのデンジャラス関わりの飛び出し、3年間続けてきて、まあ、大きく決断しなきゃいけないなと思っているところがありまして、まあ、結論から申し上げると、デンジャラス関わりの YouTube チャンネルにチャンネルスポンサーを募集したいと思います。で、まあこんだけね、支援の話した後に、まあ最後に宣伝かよって思う方、いっぱいいると思うんで、そう思った経緯っていうのは今から話していければと思うんです。まあ、今回こうやって支援させてもらった足を痛めてた男性だったり、あとは路上生活してて出会った職団のおいちゃんもそうなんですけど、まあ、やっぱりね3年間続けてきた炊き出しの活動があったからこそできたことだなって思ってます。まあ、どうしてかというと、まあ、舌がんのおいちゃんにしても今回の男性にしても炊き出しをやる中で毎週普通にご飯食べてくれる普通の方だったんですよね。何も最初からみんな体調が悪かったり、体が苦しいって言ってるわけではなくて、本当に1年2年と炊き出しを続けてきて、その中である日体調が悪くなったりとか、喉が痛いって言って病院に行ったら舌がんが見つかったり、足が痛いって言ってる男性がいたら半身が病気になってたり、本当に炊き出しの活動を続けているからこそ発見できたことですし、本当にこのデンジャラス関わりの活動がなかったら、おいちゃんに出会うこともなかっただろうし、舌がんで苦しむところも発見できず、まあ、段ボールの中で亡くなってたかもしれないし、やっぱり僕たちのこのデンジャラス関わりの活動っていうのは、YouTube の広告収益のみで、まあ、のみとかほとんど YouTube の広告収益で、やってます。ご寄付いただいたりとか、NPO 法人で会社に頑張ってる方の力とかもあるんですけど、9割以上 YouTube の収益で耐えてる状態です。YouTube の収益自体も、まあ、前からずっと言ってるんですけど、本当にやっぱり落ち込んできてるんで、この活動を続けるのに子供食堂とかもあるんで、まあ、固定費が上がってきたりとかっていうところで、もう本当に年内続けられるかどうかっていうところではありました。まあ、なので僕自身も近々その銀行融資を受けるんですけども、まあ、やはりね YouTube の広告収益だけではやはりこの活動限界があります。まあ、ただね最近多くの皆さんに見てもらえたようなものっていうのは本当に僕たちやらせとか一切やらないし、本当にその路上生活してる人の中で出会った人、困ってる人に手を差し伸べるっていう組織なんで、まあ、ああいった動画だと多くの人見てもらえるんですけども、その分そういった方っていうのはやっぱり年に1人か2人だと思うんで、もちろん動画の再生数も YouTuber としては頑張っていかなきゃいけないんです。まあ、やっぱりこの人出しての YouTube を考えるとやらせとかできないし、普段の炊き出しなんかは何事もなく終わっていくことが本当に多いんで、まあ、広告収益が安定しなかったり、本当に資金的にね厳しい面がやっぱりあります。お金がね持たないんで、もう何度も何度もやめようかなとか、もう無理して続けなくていいのかなとか思ったりもしたんですけど、やっぱり今回足を痛めたおじちゃんの支援をさせてもらって思ったのは、本当にいつ起こるかわからない命の危機とか、路上生活されてる方たち、社会的に弱い立場の人たちに手を差し伸べられる機会っていうのは続けていないと絶対できないことなんですよね。僕たちだって今回支援した男性、実は名前も本人から聞いたことないんですよ。僕は男性とかおじちゃんとか言ってますけど、ご本人の名前正確にはね知らないんですよ。実はそんな名前も知らないし、どこに住んでる人なのかとかそんなこと関係なくて、やっぱそこで困ってる人がいたら助けたいって、その気持ちで始まったこの炊き出しの活動であり、まあ、とにかく継続が命だな。毎週の炊き出しで、じゃあ命の危機に瀕する人が何人いるかって考えたら、それはいない時もありますし、まあ、この動画を見てる人たちの中では、普通に働いてる人からしたら、怠け者みたいな意味で見られる方もやっぱいますよ。そういった方たちも、やっぱ人間なんですよ。一人一人。全員人間で、それぞれの人にやっぱ人生があって、楽しみがあって、そういう形で生きてる人たちばっかりなんで、まあ、本当に僕たちはそういう人たちを見捨てたくない。
思います。なので、この活動をやっぱり継続していきたいというところはあるんですけども、既存の YouTube 収益だけでは正直やっていけるかって言われると、まあ、やっていけないですし、現にね、もうすぐ資金も底を尽きるんで、お金借りなきゃなっていう感じなんですけど、まあ、ただね、僕たちもこうやって YouTube を通して23万人の登録者に登録していただいて、こういう活動をやらせていただいてるんで、まあ、このデンジャラス赤鬼の人助けの活動、普段は何もないかもしれない。でもそれっていいことで、まあ要するに平和ってことじゃないですか。で、平和に生きてる中で、ホームレスの方たちにも食事を渡すっていう炊き出しの活動を続けてる中で、じゃあ病気になったりとか、体が動かなくなったりとかっていうこともやっぱあると思うんですよ。こういう時に初めて第一声の助けてくれって言葉を言ってもらえる人間っていうのが絶対に必要だと思ってます。なので僕たちはこの活動をこれからも続けていきたいと思いますし、最前線。路上生活されてる方たちだったり困ってる方たちを助けていきたいと思います。やっぱりデンジャラス赤鬼は人助けの中でも本当に困ってる人に実際に手を差し伸べるっていうところをやっぱり評価してもらってると思うので、やっぱそれをね続けていくためにはやっぱりホームレスの方たちとの関係構築っていうのは必要不可欠ですし、本当に困った時の一番最初の助けてを僕たちが言ってもらえるようにこれからも炊き出しを続けていきたいと思ってます。まあ、なので話はちょっとそれたんですけど、この活動に賛同してくださる企業スポンサー様っていうのを募集させていただいて、 T シャツだったりとか、ね、動画にも名前を載せさせていただいて、僕たちと一緒にこの人助けの活動を盛り上げてくれる方を募集します。もちろんね、お涙ちょうだいで支援してくださいっていうだけでは続かないと思いますし、やっぱりどこかメリットがないと善意だけでは何事も続かないっていうのは僕が一番分かってることなんで、僕たちの動画を見てくださったり応援してくださってる皆さんの層にぴったりなね、サービスとかご商売をされてるような法人さん企業様だと、お互いにねウィンウィンになって、僕たちも活動を続けられて、企業様もサービスを届けられたり応援してもらえたり認知してもらったりっていうところで、最終的にホームレスの方たちとか本当に困ってる人たちにもウィンを与えられたら、ね、いい関係を作れるのかなと思いますので、企業様のスポンサーこれから募っていきたいと思います。もしねこの動画を見ている方の中でスポンサーの件気になりますっていう方、一緒に炊き出しを応援してくれるっていう企業さんいらっしゃいましたら、概要欄の方にメールアドレスをご用意しますんで、そちらの方にお問い合わせいただけたら嬉しく思います。はい、ということでね、まあいろいろ話してたんですけど、やっぱりデンジャラス赤鬼の活動っていうのは、まあ、行政だったり社会の枠組みから少し外れてしまってるようなところを支援させていただくっていう活動なので、継続するのが難しくて、まあ、少なくとも今の僕の頭ではこういった形で継続させていただくっていうのが最善かなっていうふうに思ってますんで、これからね一緒にデンジャラス赤鬼を盛り上げてくださる企業さん募集できたらなと思います。まあ、引き続き毎週2回炊き出しをね生配信したりしてますんで、僕たちの活動が気になった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回でお会いしましょう。